お、はいうるさまでし,た美味しすぎました。うんっていうことで、えー、なやったかいな。あ、しまった。えー、っとね、何っなっか今日ね、今日ねちゅうかね、あの、支払い、支払い回りでもないね、なんちゅうなの。まあ、俗の私は銀回り、銀回りって言うんですけど、あの銀行、銀行回り、銀行に。 自動引き落としとかあるとお金入れたりね、えー、なんちゅうの私は光熱光熱費とかは基本コンビニ払いなんでねその払いに行ったりしてましてで銀行に今お金入れんのでもなんか手数料いりません。 でやっぱそんなんぼか100円か200円かそんなお金入れんのに手数料ってありえへん話ですやんだからそれなんかいろんなルールがあるいろんなルールがあるんですよねその何ぼ私で言うたらあのネットの銀行やったら何ぼ以上何ぼ以上入れたら手数料ただとかで何,何回までやったら手数料ただとかなんかいろいろあるんですね で自分の中では今日はただのはずなんですよ手数料がほんならやったら画面上では何も手数料で出ないんですよそれ出るやつと出えへんやつとありますんでまあ出えへんのでそれそれがどの銀行とかその全然いちいち覚えてるんですからねわ出えへんよかったと思ったらなんかピュアッて紙出てきますやん最後ほんなら手数料頑い 6個円がなか何かしらけど引かれとんねん。ええ思って。どんなやっとんねんみたいな。あれもやられもやりましたね <laughs> 銀行の大いにドンって入れたら引か,引かれんでえもんまでバザバザッと引かれてその引いてほしいもんが引かれんと引かれんでえもんが先引かれたら。 払わなかんもんが払われへんやんみたいなね。それがドイツ日やから。ちゃんと頭使ってせんとね。もうえらいこっちゃになるのでね、その今日もちょ調整して入れたら。パッと見たら。何、あの、へえ。残高がどん、へえ、なんでや、みたいな。いや、どんでもないんやけどね。あの、全労済言うてね、あの。 なんちゅううの,の、国民言うんすかあの生命保険の、えー、国民共済んか年に一遍ね何ぼか入って入れてくれるんですよそのあれは何営利じゃないっていうのかなよう知らんすけどそのなんかそういうやつでね何ぼか月に一遍調整金いうんすかねなんかくれはってそれが結構結構ましたねで4,000何歩ましたね。 ありがたい話ですよ。100なんぼで泣いて4,000なんぼ入っとってねありがとうございます。でまた明日も行かんときませんね銀行ね。今日で今日入れたやつでえ明日の朝一4か今日の夜中にこうシャカシャカシャカってなって。で

ただ単にあの記帳してはれへんかったんかよう分からんすけどねずっとシャカ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 。 多分半分、半人口の半分見てながら見ながら歩いてますよん。んな今日もねその銀行行こう思ったらねスマホ見て下向いてスマホ見ながらこう歩いてるおっちゃんか兄ちゃんかおったよね。前見て歩けやん思って私チャリンコやったんで、ね、スーッと抜かしてで銀行の前パーンって止めてで銀行行こう思ったら今までスマホ見て 下向いてゆっくり歩いていちびってね周りミントをありとった人間が私が銀行の前に行ってパーンと回ったらもうそっからもう <laughs> 急に早足になって私より先に入って「お前どないやねん」っお前お前携帯見ても周りもミントをやっとったんちゃうんかみたいなそこは何もう必死になるんかそのタイミングはみたいなほんまにびっくりしましたよお前 私なんかね、その辺めっちゃ、その辺までめっちゃ気遣いますよ、ね、そんなん。はよついたもんがちですやん、前たら。はよついて、その前たら、そこでもたもたしてる人がおっともね、酒についてねから思うて、酒にどうぞって、ね、しますやん。けども、強熱。必死やん、ほんまに。ほんまにね。もうそんなん、濃すいやつが多いねほんまに。 ほんでもう,もう一個違う銀行でもね今なんちゅうのあの銀行でもコンビニでもなんちゅうたらいいんかなスーパー方式やったらこう空いてるレジこうめがけて並んでしませんけど今コンビニもそうですけどとりあえずその1か所で並んでくださいとそっからまあレジが2つあったらこううまいこと別れていってくださいことになってません。 でね、あのー、郵便局ももちろんそうですやん郵便局か郵便局ももちろんそうなんですよほんでね私はその ATM が3台かな2台か3台あってほんで全部埋まっとってで私が埋まれた先頭で待っとったんですよほんで横に姉ちゃん姉ちゃんかおばあんが知らんけど姉ちゃん来てね普通やったら私の後ろになりますやん けどなんかどうもこのその二台か三台あるところの私の前で横並びに並び寄ったんですよ。ええー、こいつもしかして何そのうん。もしかしてあの空いたとこ行きよんちゃうかな思ってね。ほん,あんの定その姉ちゃんが姉ちゃんがおばあんか知らんけど並んでるとこがさっき終わり寄ったんですよ。ほんなら姉ちゃんもそそって言うからや。 そこはさすがにね仏の仏の次郎ちゃんも言いましたよ「お姉ちゃんちょっと待って」って「っ並んどんねん」みたいなほんなら「こっさん何言うとんねん」みたいなね「えっ、ー?」とかもう「ああ」とかもう何も言わんとなんかふてくされた顔してね周りが見てへんそれも多分携帯持ってたと思うねんだから 周りが見えてへんねん携帯とかもっとやっとったらねだからそういうふうにするんやけどそのなんか人よりは早くそこは早くみたいなお前ゆっくり携帯見とったんちゃうんかよ、はいそれだけの話うーん何もこすいんま必死必死になりすぎや 初めて食ったハンバーグスータのハンバーグは美味しかったと唐揚げは普通だったと弁当は高く感じるけどボリュームがあるから安いということで、はい、以上にさせてもらおうかなもうしゃべること全部しゃべったかな ありがとうございますでは失礼いたします以上総代、失礼します。